様、おはようございます。おはようございます。令和2年7月27日午前9時35分を過ぎました。梅雨明けが待ち遠しい今日この頃ですけども、今日も一日元気で与えられた使命をさせていただきたいと思います。はい、私たち志向学園現在教の朝もこのように朝のお祈りから始めさせていただきました。今日一日私たちが神様から与えられたそれぞれの使命を真心を込めて果たすことができますことを心からお祈りをさせていただきます。全国の神の子の皆さん、志向学園の信者の皆さんをはじめといたしまして、皆さん方が健康であること、幸せであること、心から記念させていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。本日は私にとっても大切な映画の話を一つさせていただきます。結婚させていただきて26年になる私ですけれども、私の妻が結婚するときに持ってきた一つの映画のビデオなんです。これはもう伝説な企業研修の映画となっておりますが、先日この映画のビデオを見ましたとき、改めて感動いたしました。現在このコロナの状況下において、いろんな社会生活が変わってまいりました。皆さん方の日常の生活の中でもいろいろと不自由なところ、また新しく変えていかなければならないところ、いくつかあると思います。私もよく利用しているんですけども、最近はインターネットを利用しての通信販売です。アマゾンとか楽天とかヤフーによっていろんな商品を選んで、そして運んでくださる、そういうシステムです。このコロナの状況の中で皆さん方も活用されたと思います。しかし改めてこの商品を求める、また商品を売るということ、本当に売り手と買い手の気持ちが一つにならないといけないということ、今実感しております。前置きが長くなりましたが、早速その映画の内容を紹介いたしましょう。映画のタイトルは天秤の歌という名前です。これはイエローハット、車の会社で有名なイエローハットの創業者であります鍵山秀三郎さんが、私の全財産を使ってもいいからこの映画を作ってほしいと資材を投げ打って作られた映画です。もう30数年前の映画ですけれども、時は大正13年、場所は滋賀県、当時は近江と言われている国です。近江商人の話です。近藤商店の一人息子であります近藤大作少年、何不自由なく生活してきた大作少年、小学校を卒業すると同時にお父さんから卒業祝いということで鍋蓋を30枚いただきました。お父さんは言われます。明日からもこの鍋蓋を売ってこい、売ってこないと後取りにはしないぞ、こう言われたのです。突然のお父さんからの申し出に近藤大作少年は戸惑いましたが、明日からこの鍋蓋を30枚売ればいいんだなということで気楽に構えておりました。翌朝お母さんに叩き起こされた近藤大作少年は早速鍋蓋を売りに
出かけます。まず最初に近藤商店の取引のあるところに訪ねていきます。近藤商店の息子が来たからこの鍋豚を買ってくれ、このように言いますと、その取引先の方々は誰一つ買おうとはしませんでした。その買おうとしない取引先の方々に、分かった、もうお前たちとは付き合いはやめると言って捨て銭を捨てながら出ていく近藤大作商人です。どうしたら売れるんだろうかな、幾日も幾日も鍋豚は売れませんでした。ある時薬屋さんが上手に薬を売っているところを見ます。あ、こうすれば売れるんだなと思って薬屋さんの真似をしてみますが、なかなか売れません。そしてある時道場を買えば売れるんだろうなと思って、実の母を育ての母として、この鍋豚が売れないと育ての母に怒られてしまうんだと道場を買って売ろうとしましたが、なかなか売れないのです。1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月が経ちました。もう最後の手段として約40キロ離れている遠い親戚のおばさんの家を訪ねていきました。優しい優しいおばさんだからきっと買ってくれるだろうと。おばさんの家に着いた時はもう夜でした。おばさん、この鍋豚を買ってくれさい、この鍋豚を買ってくれないといけないんですとおばさんに頼みますが、おばあさんは優しく答えてあります。実言うとおばさんはなぜ近藤大作少年が鍋豚を売っているか知っていたからこそ、お前は跡取りをする立場にある、それはお客さんの心を知らないといけないんだよ、お父さんも昔はそのように鍋豚を売って頑張ってきたんだよ、いろいろ諭されました。近藤少年はもう疲れてその場に休もうかとおばさんに頼みましたが、おばさんは今すぐ帰りなさいと近藤少年を突き返したのです。そしてまた1ヶ月が経ち、なかなか鍋豚は売れません。ある日川辺で腰を腰掛けて昼食をとっている近藤少年です。すると川に鍋豚が何枚も置かれてありました。この鍋豚が川に流されてなくなってしまえば、この鍋豚の持ち主の人はきっと困るだろう。そうなったら私の自分の鍋豚を買ってくれるだろうと思いました。そしてその川辺に降りていって、その鍋豚を今まさしく川に流そうとした時です。近藤大作少年は思いました。あ、この鍋豚を自分とように苦労して苦労して苦労して売って買ってもらった鍋豚ではないだろうか、そう思った時、この鍋豚を投げ捨てようと思った近藤少年は、はあ申し訳ないということで、この鍋豚が愛おしくなって一生懸命一生懸命磨くのです。そうしますと、その鍋豚の持ち主であるおばちゃんが駆け寄ってきました。こら、お前は何をしとる、そう言われた時、近藤大作少年はごめんね、ごめんね、おばちゃん、おばちゃんごめんね、謝ります。そして自分が今この鍋豚を捨てようとしてしまったこと、しかし
この鍋蓋も自分のように愛おしく一生懸命売った鍋蓋であるということ、またここ数ヶ月鍋蓋を売ろうとしたけども全然売れなかったということ、そういう話を一生懸命近藤少年はおばさんにするのです。おばさんはその話を聞いて涙流して、分かった、ようお前も頑張ったな、褒美にこの鍋蓋を一つ買ってあげよう、いやいやいいんです。近藤少年は断りますが、おばさんはいや、お前のその話に感動した、お前のこの数ヶ月のいろんな心に感動したから、そのお礼としてこの鍋蓋を買ってあげようとして1枚売りました。残りはあと29枚です。おばあさんはさらに言いました。わかった。お前のこの話をおばあさんは近所の人にみんなに話してあげよう。そうしましたら近所の方が大勢近藤少年の話を聞くために集まってきました。そして30枚あった鍋蓋は全て売ることができたのです。これが天秤の歌の話です。帰ってきて近藤少年はお父さんに鍋蓋が売れたことを話します。そして天秤棒にその売れた日の記述を記述して、そして跡取りとして認められた話です。これは企業研修の研修会でよく代々に使われる映画だそうです。大企業であります丸紅とか伊藤忠とか、また百貨店で有名な高島屋、創業者はみんな近江商人の出身の方々だと言われています。近江商人の言葉の中に売り手よし買い手よし、そして世間よしという言葉があります。まさしく売り手と買い手の気持ちが一つになった時、その時初めて世の中が良くなっていくことでありましょう。今コロナの禍の時代で不透明な時代が広がっております。見えないもの、何が大切なのかわからない時代です。それだからこそ私たちは本当に何を大切にしなければならないか、人と人とのつながり、人と人との心のつながりを今一度商品の売り買いを通して、それ以上に言葉でも挨拶でも人と人とのつながりを大切にしていかなきゃいけない時代ではないでしょうか。本日はこのように近江商人の話をさせていただきましたが、ぜひ皆さん方、まだまだコロナとの戦いは続きます。しかし私たちがどうするかによって変わっていくと思います。今日の一日も元気で熱々を頑張っていきましょう。笑顔で頑張りましょう。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。